長団の皆さんです。こんにちは。新刊どうですか？そうですね、たくさん新入生にお声掛けしてます。これからたくさんの体験会や食事会してるのでお待ちしてます。はい、ここだけは負けないという魅力を教えていただきたいんですけれども。合唱ということでやっぱりメンバーの団結力は一番他の団より強いかと思っています。ビッグなイベントとかはありますか？12月に定期演奏会を毎年開いておりまして、それに向けて、まあ、1年かけて主に練習していく形で活動してます。大山学院柔道部です。柔道部では部員マネージャー募集中、初心者大歓迎、留学生もこの世にいるのでどんどん来てください。本当に部員少ないのでぜひお願いします。こんにちは、体育会馬術部です。大学の所有する6頭の馬たちと一緒に毎日生活してます。馬は本当に可愛くて、スポーツ今までやったことない人でも簡単に始められるスポーツなので、ぜひ皆さん馬術部に足を運んでみてください。体験乗馬会をやってます。今週の日曜日に焼肉食べ放題、1人500円でお食事会も予定してるので、ぜひ皆さん来てみてください。待ってます。僕たちは、ハイキング部といいまして、基本的に月に1回山とかを登ってるんですけど、アピールポイントとしては初心者 OK、 9割方ぐらいみんな初心者なんで、どんな人でもウェルカムです。インスタ映え、これ今の時代大事です。もう本当にいろんな景色が撮れるんで、もうインスタに載せる写真が途絶えません。で、アットホーム、部活で部室があるんで、やっぱり部活だとそのみんな空きコマとかに、その昼食の時間とかに部室に集まってみんなで喋ったりとか、そのトランプとかやったり、そうみんな仲いいんですぐ馴染めると思います。一番良かった山は自分はなんですけど、その水垣山って言って、その登りやすいんですけどすごい景色が良くて、その登ってる時もとても楽しいんで、そういう山いっぱい登りに行くんで、よかったらハイキング部にお願いいたします。お願いします。待ってます。せーの、 ADL です。 ADL の魅力は一番アットホームなところ、2番目、ダンス、思い出作りがガチなところ、あと3つ目は初心者大歓迎なところです。